皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、この新曲ですが、続きを、とうとう A メロと B メロ作ったので、一応基本的なパーツは作ったので、39からサビをコピーしたいと思います。はい。ですね。はい。じゃあまずはストリングスから。はい。そうですね。はい。ちょっと上見てみましょうか。だから19、20、21、22はいらないですよね。そうですよね。ここは余韻ですからね。はい。だからここまで、18までをコピーして、39にペーストし、ペーストし、お、ちょっと待ってくださいね。ここにじゃなくて39にホイと置いてペーストし、はい、で余ってる部分を引っ込ませましょう。はい、余ってる部分はこの3音ですね。はい、これを4つ分引っ込ませますと。はい、こんな感じですね。はい、次ボーカルいきましょう。ボーカルはもうすでにチャーラーが入っているので、それよりあと、つまりここからですね。ここから3から。ここまでですね。はい。これをペースト。はい。忘れてた。この上にもう一個ある。はい。忘れちゃいけない。はい。こっちのフルート。コピーしましょう。はい。ん？なんだこれは。OK。はい。はい。はい。これを足しました。はい。で、ピアノですね。ピアノも持っていきましょう。はい、39からサビを持っていきます。これですね。はい、低音からまでですね。はい、ぴったり合ってますよね。ぴったり合ってますね。はい。次、ハープは入れますね。ハープ入れますね。はい。はい。じゃあ、ハープのサビ部分は全部コピーです。まず3から。3から始まって、18まで。これを、はい、39から、はい、39からコピペ。おっと、しまった、もう一回やろう。39からにしておいて、こっちを触ってペースト。はい、OK。次、こっち側。こちら側はどっから来てるかというと、6から始まってるということは3、4、5、6、4つ目から始まってるということ。はい、4つ目から始まっていて、はい、17で終わってる。はい、
はい、4つ目ですね。4つ目。4つ目ということは、39、40、41、42から。はい。はい、入れました。はい。次、グロッケンシュピールも入れましょう。はい、グロッケンシュピールも入れましょう。はい。はい。グロッケンシュピール。もう全選択でもいいぐらいだな。ああ、なるほどね。OK。じゃあ、出だしを39の1からですね。じゃあ、2拍目から。はい。あれ？やりすぎた？やりすぎた？はい、やりすぎたよ、かもしれないですね。やりすぎてないですね。大丈夫ですね。はい、次。はい。39からですね。はい。これはこっちから行こう。よし。はい、ぴったし。次、ロックも入れますね。はい、ロックも入れますね。はい。ロック。はい。18から。18。はい、ここ。はい、コピー。次、ハードロック。はい。これも18からやりましょう。はい、こっから。おー、またか、またか、またか。なんだこれは。本当にこの曲ではこの現象が起きることが多いな。僕の使い方が悪いんだよな。はい、できました。次は、アップライトベースも入れますね。はい。これがないなんてことはないですね。はい。アップライトベース。はい。これも18から。はい。はい。次。はい。ピックドベース。はい。はい、18、ここですね。はーい。大丈夫かな？大丈夫ですね。はい。OK です。次、パーカッション外します。はい。パーカッション外します。はい。で、デトロイトガラージ。18から。はい、ここですね。はい。はい。で、ヘビーキット18から。はい。はい、OK ですね。はい。これで、サビがもう一回やってきました。これでちゃんと A、B のつながりが作れました。切るところがあるとしたらストリングスなんですけどね。どうしようかな。ストリングスも切っちゃおうか。ストリングス切って、ちょっと、あ、ストリングス切って、A メロから聞いてみましょうか。い。A メロっていうか、まあ、そうですね、A メロですね。
あれ？なんかずれてる。うん、ずれてるね。ああ、そういうことか。オッケー。だから変だったんだ。もう一回でーす。いきまーす。23から。はい、ゴー。でしょうか、ストリングス消しちゃって。はい、消しましょう。はい、よいしょ。はい、お疲れ様でした。はーい、はい、ここまでです。はい、消します。はい、ストリングスなしでいきましょう。この方はね、後々盛り上げやすいんでね。はい、そういうことです。はい、では今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。